皆さんこんにちは、シマリンです。本日はこちら、ほっ、私のカバンの中身についてご紹介していきます。今回紹介する私のカバンの中身は、私が普段学校に行くときに使っているカバンの中身を紹介していきます。現在は学校には行けていないので、普段学校に行っていた時のカバンの中身を紹介していきますので、ぜひお楽しみください。それでは見ていきましょう。では一旦中身を全部出して並べていきます。中身を全部出すとこんな感じです。まずこれらを入れているバックパックからご紹介します。このバックパックはカルバンクラインのもので、アウトレットで購入したものです。メインポケットの中にメッシュのポケットが2つと、パソコンなどを入れるためのポケットが1つあります。荷物が多い友人からは小さいバッグだとよく言われるのですが、個人的には十分な大きさです。外側と両サイドにもポケットがついています。では中身を1つずつ紹介していきます。まずはこちら、 MacBook Pro の13インチモデルです。2018年のモデルで、プロセッサーは 2.3GHz のクワッドコア、インテル Core i5 です。メモリは 8GB、2133MHz で、SSD ストレージは 256GB となっています。モデル自体はタッチバーとタッチ ID が付いているものです。Apple の整備済み製品としてアメリカで購入しました。なので US キーボード配列となっています。学校では授業内で出された課題に取り組んだり、授業内でどこかのサイトにアクセスする必要があるときに使っています。その他にもノートテイキングなどで使うこともたまにあります。自分のパソコンではなくても、学校から一人一台 Chromebook というパソコンが貸し出されているので問題はないのですが、個人的には MacBook の方が使い勝手がいいので自分のものを持って行っています。各授業の先生方からは自由にしていいとのことでしたので特に問題はないです。次にこちらのファイルです。配布されたプリントを挟んでおくために使っています。各チャプターが終わったらいらないプリントを抜き出して家で保管しているので、基本的に中身は少なく収まっています。ちなみにファイルを整理していない人はめっちゃ重そうです。大体の先生がプリントのデータを Google Classroom にアップしているので、正直持っていかなくても大丈夫じゃないかなと個人的に思っています。次にこちら、 iPad と Apple Pencil です。手書きで何かメモをしたかったりノートテイキングをしたい時に使っています。なので基本的にペンシルとセットで持ち歩いています。次にこちらの関数電卓です。日本にいた頃は一回も使ったことがなかったのですが、こっちに引っ越してきてから必要になりました。数学の授業で使用します。アメリカの人は結構数学が苦手な人が多いです。なのでこの電卓は僕にとってはほぼチートです。テストでも使えるのでほぼ満点を取れます。学校から貸し出されるのですが、自分用のを1台持っていたかったので学校のものは借りていないです。ちなみにカシオのものを使用しています。大学に入学するためのテスト、SAT や ACT で使用できる電卓は指定されたものだけなので、それを確認した上で購入することをお勧めします。次に電子辞書です。日本の学校にいた頃から使っているものです。授業中にスマホを使っても特に問題ないので、正直普段はいらないです。そして授業中にはパソコンも使うのでなおさらいらないです。ただテストの時はスマホもパソコンも使えないので、いつでもテストを受けられるように入れています。テストの時は電子辞書もしくは紙の辞書を使うことができます。次にノートです。正直全然使わないのですが、急に使う必要がある時があるので一応入れています。次にペンケースです。筆記用具を入れています。大体はボールペンを使用しています。鉛筆を使う生徒はたくさんいるのですが、シャーペンを使う人は全然いないです。よく筆記用具をなくすアメリカの生徒にとっては、価格が安い鉛筆の方がコスパが良いのかもしれないですね。ここまでがメインのポケットに入っているものです。ここからは外ポケットに入っているものを紹介していきます。まずはこちらのモバイルバッテリーとライトニングケーブルです。モバイルバッテリーはアンカーのパワーコアスピード2万というものです。2万ミリアンペアのもので A1278 というモデルです。 USB-A のアウトプットが2つとマイクロ USB のインプットが1つあります。アウトプットは IQ とクイックチャージ 3.0 があります。こちらも日本の高校に通っていた時から使っています。
私の学校ではライブラリーに携帯などを充電できるスペースがあるのでいらないのですが、充電できる場所がなかったらこれを使っています。まあ大体学校のコンセントはどこ使っても何も言われないので問題ないのですが、歩きながら充電するときなどには使っています。ライトニングケーブルのカバーは日本のセリアで購入したものです。次にリップクリームです。ニベアのものを使っています。教室によっては乾燥しているのでたまにつけています。外ポケット、最後にはハンドサニタイザーです。ランチの前などに使っています。バス&ボディーワークスというところで購入したものです。ハンドタオルなどは入っていませんが、各所にペーパータオルが設置されているので基本的にタオルは使わないです。最後にサイドポケットですが、サイドポケットには飲み物しか入っていないです。だいたい水かレモンティーなどを持って行っています。学校でジュースを買ったりすることもあります。ちなみにスマホとアップルウォッチはカバンに入れていないので今回は割愛させていただきました。ということで私のカバンの中身はこんな感じですね。ということで本日は私のカバンの中身についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が良かった、参考になったと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルではこのような動画の他にもビデオブログをメインにアメリカ・ニューヨークに住む私の私生活についてお届けしています。よろしければぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。危ない。私のカバンの中身についてご紹介していきます。